民生委員制度の創設100周年を記念し、松阪市民生委員児童委員協議会連合会が2月8日、中部大運動公園トリムコース内にソメイヨシノを植樹しました。この日は民生委員や児童委員、市の関係者など25人が出席し、記念のセレモニーが行われました。はじめに松阪市民生委員児童委員協議会連合会の中山誠二会長が挨拶に立ち、民生委員児童委員一人一人が誇りを持ってこれからも職務ができるようにと願いを込め、今回植樹をさせていただく、これからも皆様の協力をお願いしますと日頃の活動に感謝しました。続いて中部大運動公園トリムコース内に準備されたソメイヨシノ5本に土かけを行いました。参加した一人は、植樹をしたソメイヨシノの成長を楽しみにしながら、これからも民生委員児童委員の活動を続けていきたいと話しました。植樹されたソメイヨシノは、早くて来年春に花を咲かす可能性があるとのことです。